生駒市の小紫市長は、今日新型コロナウイルスワクチンの3回目接種について、5月中旬の完了を目指す方針を明らかにしました。生駒市は、2回目の接種からおおむね6ヶ月を経過した人を対象に、順次接種券を発送していて、今月12日から65歳以上の高齢者と医療従事者などを対象に3回目の接種を開始しています。 市は今後、市内2カ所に集団接種会場を設けるほか、およそ40か所の診療所でも個別接種を行うことで接種を加速させ、65歳以上の高齢者は来月末までに、18歳以上、64歳以下の人は5月中旬までに接種を終えたいとしています。またた昨日日奈良県の1日あたりの1り新新規感染者数が過去最多を更新し 生駒市では市町村別で最も多い79人の感染が確認されたことを受け、小紫市長はワクチンをどうしても接種、今、できてない12歳以下とかです、ね、まあ、学校での感染なん園での感染なんかがあ、やはりかなり目立ってきているところもございますので、12歳以下の子どもたちに対して、何か一歩踏み込んだ措置が、あまあ、このような感染状況が続いていけばです、ね、少し考えていかなきゃいけないんじゃないかと。 そして現在、小中学校の授業をオンラインと対面の両方で実施していて、オンラインでも出席扱いにすることなどの市の対応を保護者に改めて周知したいと話しました。